ちょっと、おい、ではあの話してよ。最近社長がフミヤとよくいる理由。フミヤっていうね、俺たちのこの奴隷だね、奴隷でありパシリであり、はいはいはい、まあ色々なんかあるっちゃけど、まあそいつは多分やけどバイなんよ。いや、バイやと思う、俺もマジでバイだと思う。なぜかっていうと、インドネシアでフミヤ酔っ払って俺ら見て勃起しとったそんなことない多分ありえん。そんなことない、俺らも初めてやった。男からまさか勃起したチンコ向けられることなかった俺らもそんなことないと思う、俺普通に先端恐怖症やったけどちょっと怖かったしチンコの先見せられて怖っと思って。で、そんなフミヤと社長は本当に、うん、もう本当にずっとに一緒におるわけ。本当にずっとに一緒に、本当にやばいよ。一緒に寝てる、はい、一緒に寝てる。マジでどれぐらい一緒におるかっていうと、炭治郎と禰豆子ぐらい一緒におる。わかりやすい、バリわかりやすい。そんぐらい一緒におるってことは。で、しかも社長は最近フェラ練習しとっちゃう。そう、真面目に真面目に練習しとる。めちゃくちゃマジで。そう、いや、いや、そう、あー、あ、もうあ、やけん、もうずっとひっついていっとんや。じゃあセフレってことや。ズブズブや。いやでもフミヤは賢いね。社長とセフレになったらそれはもう安泰よ、将来。確かに将来安泰、うん、社長は将来俺らのことは捨ててもフミヤは捨てん気がするから。あー、なるほどね。確かにセフレやし、ね、こいつはセフレ、こいつはセフレやけど。いや、フミヤ名機なの、やだバリ名機やめっちゃやだ。めちゃくちゃ名機がもったいない。やめましょう。練習してどこで発揮するマリペイか。いや、それは俺らのためよ。おかしい。社長はいつか俺らのこと抜いてくれるようになる。ライブ前とかに取り合いになる。そう、今日は俺っつったろうが。メンバーで取り合いしよったら甘い、社長。いや、だからあれですよ、月から金曜まで僕らにください。土日は休みにしちゃいます。まあ、まあ仕方ない、仕方ないな。だから月曜日は自分で自分のチンコ舐めてください。5人やしね。そう、5人で5人でお前した。あ、海やか。確かにフミヤにあげよう、月曜。あと千葉にあの賞入れたらマジ社内恋愛じゃんってきた。そうなんよ、その場合は。そうなんよ。でも正直社内で抜いてくれるならマジ助かるよ。確かに別にフェラ要員を別に用意しとくわ。そんなことしていいと会社って別にいいやろ、その人が望んでくるなら。まあ確かに、うん、そういうフィクションを一回やって俺らドームなくなっとうけどね。ちなみにまた学習してない。確かに。また学習。ちゃんと募集要項に書いとこう、フェラって。確かに。フェラがうまい。募集要項にフェラって書いとこう、ちゃんと。いや、めっちゃオーディションやろうぜ。誰が一番フェラうまいかオーディション。確かに。それって違法なんかな。本人が望んでそのために来てる。いや、同意のもとやけど。同意のもとだったらいいんじゃないね。多分。だってさ、風俗嬢はさ、フェラしてお金もらっとうわけやん、会社から。一緒やない。ただ俺らの動画は俺と丸のおかんが見ておくよ。俺の親も見てる。あ、俺の親も見てる。あ、みんな見てるわ。おかしい。え、社長、ミキは見てる。ミキは見てないよ。あ、ミキは見てる。いい放題なんでも。ミキ見てねえよな、お前。確か俺らもそう。そうっす、いつでもいけるっすよ、俺。